入、はい、きます。河本さん。オルマさん質問です。え、潮目がある場合、狙うのも、狙うのはもちろんですが、その中から流れの効いているレンジを探すのでしょうかそれとも気にせず全レンジを確かめるのでしょうかこれはですね、僕の名前は、もうスピンテール軸で、ま僕流れ見つけるんですけど、これね、僕はですよ、ハイギアリールで流れないのいが僕見つけられないんですよ。ローギアリールを使ってるとですね、 1>, こう1秒に近い程のリズムでバックリンスピンを使ってると急にちょっとシリコンブレードバックリンスピン巻くのがね,重くなるんですよね多分そこですよね例えば一回そこまで取って自分が何秒えとずっと巻きながらカウントを数えるんですけど着底して10秒ぐらいのとこで流れが重くなったってとこが多分流れなんですよねそのシーバスって要はレンジ攻略っていうのは流れの層にいるからそのレンジ攻略をするわけですよ。 だから必ず僕はあの流れの重いとこを探るようにしています。そこをやっていただくのがもう間違いなくもう流れが効いている証拠なので、これをできるようになるとより沖きであったりオープンエリアで釣れるようになるので、まずもう流れを把握できないのであれば、まず目をつぶってやると。それで1秒1回転のリズムが分かれると、例えば、あ、ここ巻き心地重いなとか、 速いなとか分かるようになります。これ巻き心地重く感じるというのは流れが効いている証拠なので、まず1秒1回転のリズムを習得してやっていただければ、あの、流れの変化が見つけられるので、僕はもう潮目の狙い方。やっぱ一番流れの変化を見つけやすいのはバックリースピン。特にあのシリコン。あのー、なぜ金属じゃないかというと、金属すごい巻き抵抗重くて、結構流れの変化見つかるの難しいんですよ。ですが、あのそのシリコンブレードと、やっぱ形が変わるんですよね。柔らかいから。それほど早巻きしても、 巻き重くないので僕の中では、えー、シリテンバイブとかシリコンプレートのバクリスピンとかで流れの変化もうとにかくもう一回着底して1秒1回転のリズムで巻いてきてください例えばね自分の立ってる立ち位置付近で流れが動いってきたら多分それ表層なんですよ例えばですよ一回着底させて 5m 巻いてそこ取って巻いてくるリフトンドの僕3度底って言うてそれでやってくると例えばボトムさ探ってきて ずっとリトリトームの感覚一緒てことはもう多分そこ捨てていいんですよ。で一番いいのはまあリフトホールやってて中層の時棒うロット申持ち上げた時にブルブルブルって,ってあの感度がいい差を使ってるとブレードの感触がよく伝わるんですけどあれここすげえブレード回ってねってとか流れ聞いてるんですよ。だから僕あのね置き手とかでやるときは必ず96以上の差を使ってティップの柔らかいものを使います。それは何てかと,いうと言いますと例えばバックリースピス使ってるじゃないですか流れが効いてくるとティップがグイーって入るんですよ。 それで曲がり具合見とくんですよね。その曲がり具合が、例えば全然曲がらないとこっていうのは曲がり、流れ効いてないんですよ。ところが急に流れが速くなるとティップがグイーって曲がるんですよ。そこがポイントなんですよね。そこを集中してやると、その唯一流れが効いてるところなんで釣りやすくなるので、 そこを探るようにしてください。もうとにかくロットティップの柔らかいさを僕使ってそういう理由もあります。ティップの曲がり具合でその魚がいそうなレンジを見つけられるので、ティップの硬いさをやると全く僕見つけられないので、まあ老儀使ってティップの曲がるものを使えば、その水中での中層での誰でも見つけられないレンジが見つけられるので、もう起ではもうこの中層を探るっていうのはそれがド定番になってくるので、そのやり方でやるのが僕の中で正面の 中層でのレンジの見つけ方かなと思うのでそれをぜひ試してみてくださいモメ,モメドーフさんいます下降付近でのち落ち合いパターンの釣り太平洋側の予上げ下げどちらが有効でしょうかやっぱ下げ